立ってもいないマンションでの暮らしをイメージするのは困難だ。だからこの場所は生まれたらしい。マンションを買う前にどこまで見えるか、未来。あれ？いや、お前も？そりゃマンション買うなら来るでしょ。ねえ。これすごいね、超リアル。まあ、それ風呂だからね。入れないよ。ああ、ごめんごめん。じゃあいい高さでストップって言って。オッケーオッケー。おお。ストップ。ここちょうどいい。俺も一緒に住めるんじゃない？あ、俺もだわ。お前もかよ。仕事中。マンションを買うぞろうと書いてました。急にスイッチ入ってんじゃん。ええ、ね、ちょっとだけ見えてきた未来。ライフデザイン with リビオ。次さ、街行ってみたい。街？うん、マンションの場所2つ候補あんだよね。真剣だね。本当だ。東京の海と暮らす。うまっ。うん、あー気持ちいい。海いいかもな。俺海派。東京の森と暮らす。あー癒されるわ。わかるわ。俺やっぱ森派だ。さっき海って言ってたじゃん。さっきはね。海と暮らすか森と暮らすか。誰と暮らす？え？あ、犬。犬かよ。森のリビオ小石川、海のリビオ品川。それでさ、マンション買おうと思ってて。日鉄興和不動産。うん。日鉄興和不動産のリビオ。良さそうだな。犬もOKなの？うん。で、海と森どっちがいいかなって。海はいいぞ。え？住んだことあんの？いや、ない。でもな、森もいいぞ。なあ、海と森どっちがいい？もちろんどっちもペット家だよ。日鉄興和不動産。はい、じゃあ本番。僕は森です。目に優しいし、空気が澄んでいて本当に癒されるし、単純に静かなところが好きなので森が好きです。こればっかりは分かんないんですけど、やっぱどっちもこうのびのびと遊べると思うし、うちも魅力的なんですけど、実際自分も実家で犬を飼っていて、キラって言うんですけど、すごく元気なので、海だと海に入ってしまう危険性があって、森でなんか庭とかに行ってのんびり遊んでほしいなと思いましたね。